ですね、ブロガー笠子好きじゃないというですね記事タイトルの方をですね、なんとこれ塾生がブログで書いてるんですね。あのそこにいるなんか怪しい、そこにいるちょっと赤いボディートレーナーの川崎さんという方なんですけど、塾生にもかかわらずブロガー笠子好きじゃないという記事タイトルを上げてしまうこの凄さ、なんでだっていうことなんですけれども、ブログでは毒を吐き、たまに人の悪口を言う、だからあんまり好きじゃないと。なるほど、確かにそういうところもあるよなということはあるんですけれども、まあ、一応弁解しておくと、私が書いてるのは悪口じゃなくて他人の批判なので、悪口と批判はまあ違うんですけれども、まあ、ただ、ね、文章が私は、ね、時々汚い言葉を使うので、そんな人の言葉は聞きたくないという人も確かにいるんですね。でただこの川崎さんなんですけれども、ブロガー笠子は好きじゃないけれどもシンガー笠子は好きなんですっていうんですね。僕は作詞作曲活動をやってるんですけれども、そっちの歌はいいと言って、でも歌の歌詞見るとブログと同じような結構厳しいこととか毒舌が書かれているにもかかわらず、なぜか歌になるとこの毒舌さが消えてしまうというか、聞けるようになるということがあって、まあ、実は私そういうこともあって音楽を始めたというのがあって、文章とかでやっぱりなかなか伝えられないこともあると思うんですね。例えば自意識過剰になるなとか、ポジティブになれっていうことを文章でいくら書かれてもなれないから困ってるんだよっていう話だと思うんですけれども、それが音楽になった途端なんかこう心に染みたり、あ、なんか変わらなくちゃいけないなっていうふうに思えたりして、私自身も、今までいろんな音楽に出会ってきて、それで救われたという経験があるので、文章や写真で通じない方に、まあ、講演とかに通じない方に音楽で伝えて、何かこの自分の活動理念を具現化できたら、まあ、いいんじゃないかというふうに思っています。ということで、音楽をやりたいと思います。作詞作曲をした、オーバーザレインボーという曲をここでちょっとギター弾き語りをちょっとやりたいと思います。まあ、自分の理念を、まあ、文章や写真だけでは通じない方のために、まあ、歌を聴いていただきたいと思います。ちょっとまたリベンジでやりたいと、言い訳をせずに恥をかいてもいいと、自意識過剰になるなと、プライドの高さを捨ててやりたいことをやってくださいという意味を込めて、このオーバーザレインボーという曲を歌いたいと思います。できない理由を見つける天才、できる方法を考えなかった。夢を語るなんて馬鹿げた妄想を、そうやってかっこつけて自分から逃げ続けていた。誰も自分に注目してないのにビビって、人の目気にして気を使いすぎて袋小路、プライドばっかり高くて頭でっかちで動けない。何もせずにいつまでもグダグダしてるじゃねえ。てめえの腐った心を、自意識過剰な気持ちを捨てろ捨てろ、くだらねえ心を打ち抜け。オーバーザレインボーで、いつもの口癖、忙しさアピールして、まるで芸能人気取り、政治家みたいに本気でしたいことを先送りしてたら狼少年になってた。スマホ片手にネットニュースに夢中になり、世の中陰謀論で分かった気になってた。
時代や社会のせいにして自分じゃ一歩も動けない。何も誰も君の拗ねた気持ちなんかどうでもいい。悲劇のヒロイン拾っても誰もあんたのこと助けやしない。マジで生きろ、死ぬ気でやりたいことやってみろ。災害、戦争、突然の悲劇、人生の最終期限、自分じゃ決めることできない。だから一度の人生を嫌なことばかりに追われて無駄に過ごし生きてる意味なんてどこにもね。自分のハンドル握って行きたい場所に行けばいい。どこのゴール目指すかは自分自身で決めろ。オーバーザレインボー、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 レインボー。ありがとうございます。